おはようございます。今日は水曜日でございます。で、毎日恒例の私の今朝の体重はこちら 77.1kg でした。昨日からさらに 0.5 ダウンです。正しい、ね、体重の測り方して分かったんですけど、もしかしたら下がってたのに高く表記されてた可能性がありますね。まあでも結果的にはぐっと落ちてるんでいいかなと思います。はい、今朝の天気こんな感じで、またしても快晴でございます。ということで今日も一日頑張っていきましょう。はい、こんにちは。あ、間違えた。はい、ということで朝散歩から帰ってきましたんで、これから朝編集と行きたいところなんですけれども、今日の動画がありませんので今から撮影したいなと思います。こちらマンドーズバウンティー、これクリアできるまで終われ待てみたいな感じでやっていこうかなと思ってるんですけど、ちょっと難しそうだね。で、今日も1リットル水用意してます。で、今日はですね、整体の日なので9時半には家出なきゃいけないんで、あと1時間半でこれクリアできるかっていうところなんだよね。はい、ということで今しがたですね、今日分の動画撮影終わったんですけど、無事バウンティーロイヤルゲット、ベスカーアンブレラゲットです。よかった。しかも整体に行く前に完了できたってのは本当嬉しい。はい、今9時14分なので、もう間もなくしたら出発したいなと思います。はい、マーティ君整体から帰ってきたよ。あ、リンゴ、リンゴでいいかな今日は。はい、はい、リンゴどうぞ。はい、はい、それで整体のね、近くにあったケンタッキーでお昼買ってきました。ジンジャーホットチキンと通常のチキンが入った食べ比べ4ピースセットってやつです。で、今奥さんちょっと会合に出ていないので、私が2ピース先にいただいちゃいたいなと思います。はい、こちらがジンジャーホットチキンですね。なんか確かにめっちゃ辛そう。いただきます。うん、美味しい。うん、でもあんまり生姜風味はしないかな。うん、でも美味しい。ナイスです。あ、後から辛味きた。はいはい、美味しいか。はい、ということでお昼ご飯食べ終わりましたんで、午後編集頑張っていきたいなと思います。はい、ということで今日の動画の編集終わりました。で、昨日の動画に引き続きですね、サムネ結構こだわってみました。本当はここのホログラムピーディーが映ってるんですけど、これを消して私に変えました。あとバウンティーロイヤル撮ったんでね、この帯を後ろに通したと、こんな感じのサムネにしてみましたが、見てもらえると嬉しいかなと、皆さんの目を引くと嬉しいかなと思います。じゃあ続いて Vlog の編集やっていきましょう。はい、Vlog の編集終わってアップロードも完了しました。で、ちょっと前のニュースになるんですけども、 Apple Watch が心電図機能対応したっていうですね、ニュースがありました。僕もともとですね、 Apple Watch 購入したのが若干不整脈があるので、その心電図が取れたら不整脈の異常がね、確認できるんじゃないかなと思って2年ぐらい前に Apple Watch 購入したんですけど、最近はずっと家にいるんでね、ほとんどしてなかったんですが、せっかくね、その機能が実装されたんであればちょっとやってみたいなと思って、今からですね、アップデートしたいなと思います。じゃあまずは iPhone の方からいきます。 iOS14.4 ですね。ダウンロードしてインストール。はい、待ってる間に2杯目の水ついてきました。また飲み干して2リットル今日もがっつり飲みたいなと思います。ということで iPhone のアップデート完了しましたんで、続いて Apple Watch 行きましょう。で、WatchOS7.3 なりましたね。心房細動の兆候は見られません。だって、よかったね。で、心臓発作の兆候をチェックする機能はないということです。で、 iPhone にもですね、この結果が送られてきてまして、この特訓みたいなのが、まあ、私たまに変な動きをする時があるみたいで、
不整脈を察知することはできないとは思うんだけど、まあでもね、いいんじゃないかな。簡易的なものであってもね、少しは安心するんでいいんじゃないかなと思いますね。では、4時16分になりましたんで、マーティックの散歩行きたいなと思います。はい、夕方散歩でーす。夕方4時半の空こんな感じですね。またしても快晴、寒い。ということで今日も一日頑張っていきましょう。いや嘘、もう夕方しんくんはお友達とフォートナイト中です。はい、ということで今しがたエペックスレジェンズの撮影が終わったところでございます、うん、動画では2試合やったんだけど実際はもっとやったね、うん、難しいんだもん。難しいよねあれ。みんな強えんだもん、まだ、まあ、しょうがない、シーズン開幕当初だから強いね。みんなやってると思うんだけど、うん、めっちゃ強い。もう困っちゃうね。でも、ね、でも明らかにエイシン君の方がうまい。あ、ありがとう。あっという間にパパを抜いてったね、あんた。やった。まったく。ということで夜ご飯です。はい。はい、今日の夜ご飯はごま豆乳鍋だそうです。美味しそうだね。いただきます。いただきまーす。いただきます。うん。しっかり味ついてるね。美味しい。うん。はい、ということで翌日の朝散歩中のお父ちゃんでございます。エンディング取り忘れて申し訳ございません。ということで今日の Vlog 良かったなとか楽しかったと思った方は高評価やチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日更新できましたら明日お会いしましょう。バイバイ。